いかがでしたか？そうですね、小学校の時に地域の長縄大会出たんで、その実力を発揮できたかなと思います。だいぶ昔のエピソードですね。だいぶ昔です。で、小学校6年生です。6年生ですよね。ちなみに次も勝つ自信はあるということで。そうですね、体力的な問題がありますので、次はほどほどにいきたいと思います。ほどほどに、はい、最後じゃあ次に向けてメッセージをお願いします。優勝できるように頑張ります。はい、ありがとうございました。次の試合の方も頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。まさかの村上選手は経験者も、さすがですね。さすが、その経験が生かされました。それでは杉原さん、お願いします。はい、続いて第2試合、オーバー25投手チームとオーバー27野手チームです。ではこの2チームも練習時間1分、あまり体力を使いすぎないように練習してください。さあ、それでは練習時間スタートです。やはりこの練習時間は大変ですね。まあ、これいかに体力を温存して、いかに飛び方をするか、はい、練習します。おっと、ここでまずは、ここから入っていくんですかね、ここから。まずは誰も入っていません。生の感じを見ていますね。一人入るんじゃないですか。一人ずつ入っていきました。はい